タイマースタートトマト西くんチャンネル。いやー今日もトレーニングやっとるね。お疲れ様です。お疲れ様です。お尻がパンパンですわ。太ももやばいね。そんなこと誰も聞きたくないんですよどうも皆さんこんにちは、トマンです。西くんです。ということで今回の動画はチャレンジ動画。チャレンジというのを教えてください。教えていただきたい動画ですよね、はい、僕たちって生まれてこの方一回も逆立ちをしたことないんですよね。でももう言ったらね、一度きりの人生ですよ。できないことをできないままで終わらせるよりかはちょっとでもやりたいと思ったことはやりたいというね、僕なりの欲求ですよこれは。ということで、はい、今回は僕らなりに逆立ちをちょっとやってみようじゃないかということと、逆立ちを教えてくださいという動画でございます、はい、ちなみに現状どれぐらいできますか？全くできない。僕遊び半分でやってたんですけど、はい、やってないうちに入るぐらいのやってるっていう、倒立してじっとできないんで。そうそう、それがまずポイントだよね。やりましょう一回、とりあえずやります。あ、じゃあさっき西君やってごらん。やってごらん。どうか分からない。怪我だけしないでね。今これ OK ですか？はい、大丈夫ですよ。ちゃんと見えてる。いきます。お、怪我しないでよ。え、ちょっとできてる、できてる、できるかも。え、もう一回やってみそう。できるかも。西君は何でもできんの、本当に。やってくれ。いや、だできへんって言ってるやんだから、俺。いや、生まれて初めてですか。はい。お。怖いですよね。無理だわ。もうちょっと思い切って倒した方がいい。怪我しないでください。怪我、怪我。無理だ、無理だ。怖さ出るよね。そうだ、重みで後ろに下がっちゃうもんね。え、できてる。できてるやん。ちょっとできてるやん。いやでも思った以上にこっち側に行っていいんだなっていうのが分かった。もっともっと行っていいと思うでもそんな感じ、そんな感じ。ということで皆さんえ、なんでできるんだ。トバンの現状はこんな感じなんです。ですのでやってるよ、あの人は。なんか逆立ちをですねしながら僕は10秒間とりあえずキープできるようになりたいんですよ。だから10秒間逆立ちができるようにちょっと練習もするんで、できる方の体験談なんかコツがあれば教えていただけたらなというふうに思っておりますよ。ずっとこれからやるんだろうな。まあいいけどね。いい絵だわこれ。これサムネイルだわ。嬉しいはい、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。